はい、どうも、あやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画のテーマは、交通安全というのは一体何なのかということについて詳しくお話をしていきます。これからお話しすることは必ずしも車の運転だけにとどまらないお話でもあるんですけれども、人間というのは基本的にですね、わがままなこと、これが自由だと思っているという節があります。自分の好きなようにしたいとかね、自分の思い通りにことが進んでほしいとか、あるいは自分の思い通りに道路環境が改善されないと嫌だとか、ああいうような部分ですね。要は人間の欲得に関するところの心持ちになります。この心持ちが自己中心的になり、わがままであることが自由なことであると履き違えてしまうと、その方の運転というのはなかなか向上していかないという傾向にあります。何せよ、すべての技術を探求する上で重要なことは、まず型にはまったものが礎となっていなければならないということです。じゃあその型にはまったものというのはどのようなことを言うのかというと、これがまさに安全運転なわけですね。安全運転の型にはまっていれば、自分自身はもちろん他人をも事故に巻き込まないというような強い意志が芽生えることになります。この交通安全の定義というのを私なりに考えておりまして、交通というのはね、交わり、通ずると書くように人間社会の縮図のことを表しています。交通に安全を足すことで交通安全の定義というものが決定します。これはつまり、交通安全とは交わり、通ずるすべてのものに安らぎを与えることを行い、去っていくという行為を死ぬまで繰り返し行っていくということです。つまり交通安全には終わりがなく、死ぬまで繰り返し行っていかなければならない行であるということがお分かりいただけると思います。それは見返りを求めず、他に良きことを行い、ただ安らぎを与え去っていくということを死ぬまで繰り返すということこそが真理であり、道路を走るということは日常であり、また生きるということでもあるわけなんですね。例えば自分が車に道を譲ってあげたら、ありがとうとパッシングをされることによってお礼をいただいて、とても温かな気持ちになったと、これは感謝という心に気づかせていただいた瞬間ですよね。それから、自分が気をつけて運転をしていたにもかかわらず、ある日突然大型トラックが突っ込んできて亡くなってしまったというようなドライバーの方のお話、非常に理不尽ですよね。何も悪いことをしていないのに命を落としてしまうという、人生が思い通りにならないという苦しみです。また道路の中には煽り運転を行ってきたり、幅寄せをしたり、いわゆる嫌な奴がいるわけなんですね。こうした嫌な人とも一つ同じ道路を共にして走らなければならないという苦しみがあります。仏教では恩蔵エクというような表現をされますが、こうした嫌な人とも同じ道を共にせればならないということも、ある意味では皆さんの人生の中で、特に会社なんかに所属していると嫌な取引先がいたりとか、理不尽を言ってくる上司がいたりとか、また言ってもそういった人たちと関係を共にしながら生きていかねばならないのが社会というものですよね。こうした皆さんが日常的に体験するような理不尽、あるいは感謝、そして苦しみというような部分では、日常も道路交通も全く変わらないものとなっています。道路交通というのはあくまで人間が作り出したものですので、どうしても人間社会の縮図になってしまうのは必然でもあるわけなんですね。交わり、通ずる人々の思いというのは様々なものがあります。この思いに翻弄されがちになるのが、私たちが日常を行っている運転というお仕事なわけなんですけれども、この運転の中にですね、個人的な考え方、もしくは欲得、願望、妄想といったようなものを多く加えてしまうと、総じて乱れた運転になってしまいがちになります。つまり自分の願望に基づいた期待値というものが大きくなりすぎると、人はわがままな運転行動をとってしまいがちになります。ですので、私が常々お話をしているように、交通現象、つまり道路で起こる現象に意味を求めてはならないというのが、安全運転を行う上でとても重要なファクターになってくるわけなんですね。交通に意味を求めてしまうと、どのようなことが起きるのかというと、とってもイライラします。頭がイライラしてきて、周りのことが考えられなくなり、自分中心の運転になってきてしまうんですね。例えば嫌な運転をされてイライラしたんだ、頭に来たんだというような方がいらっしゃると思うんですが、それは本当に頭に来る運転をされたんでしょうか。
ちょっと何を言ってるかよくわかんないというような方もいらっしゃると思うんですが、ちょっと考えてみてください。基本的に道路で起こる現象もしくは善良というのは全て自分の心が決めています。割り込み運転を行われたことによってイライラしているのはあなた自身であり、他の人も同様にイライラするかといったら決してそうではありません。例えば割り込み運転をされた時に10万円もらえるとしたら腹は立たなくなってきますよね。人によってはもっと割り込んでくれと、お金がいっぱいもらえるからということでとても心が楽しくなってきてしまうという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ということは割り込み運転という行動の意味というのは普遍なものではなく、その場その場で変わってくるものであって、あくまでその運転行動に腹を立てているというのはあなたの心がその運転行動に対して腹が立ってしまうという状態にあるだけであるということがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。交通現象に意味を求めないということで心を平穏に保ち、欲得と妄想、期待というものに対する克服ができるようになりますので、道路を運転しているとやたらイライラするんだよなとか、頭にきてしょうがないんだというような方はね、一度ご自身の心と向き合う時間というのを持っていただければ、そういった心持ちから解放されるのもそう難しいことではないかもしれません。イライラするということは自分の心が歪んでいるということです。自分の心が歪んでいるから歪んだ心が治せなくなってしまうわけなんですね。自分の心持ちが今一体どのような状態であるのか平常に見極めるということが学びでもあります。日常の運転は社会の縮図であるということを十分に理解して、その社会の縮図の中で自分自身がどのような心持ちでいるか、あるいはどのような心持ちでいるべきなのかということについて一度見返してみると、日常の運転行動がより洗練され、また安全に即したものになっていくと思いますので、ぜひ一つ参考にしていただければと思います。最初にもお話しした通り、安全運転を行うということは決して難しいことではありません。同じ交通環境にいる全ての人に対して決して見返りを求めず、他に良きことを行い安らぎを与えて去っていく、ただそれだけのことです。これを行っていればあなたの運転は必然的に安全運転により近づいていくということになります。常に相手のことを考えて道路に立っていれば、信号無視もできなければ飛び出しもできないし、一時停止も無視できなければ煽り運転もできません。人に対して交通安全教育を行うということは、いろいろなルールや技術を教えるよりも、まず安全運転とは何なのかということについて深く学ぶことができれば、日常の生活からその人個人個人が変化していき、最終的には日常の運転行動がより良い形に変化していくかもしれませんね。アイトソムでは技術論やスキル、あるいは道路の決まり事といったことに今まで焦点を当ててきたんですけれども、今後はこうしたメンタル面も含めて様々な交通安全教育が行うことができればと思っています。技術と思想は切り離せないものであり、心と技術、心技一体というように繰り返すことで心技が一つになってきます。まさにそれこそが生き方となります。そしてこの世で起こることは全て一回限りです。こうして移り変わるドライブレコーダーの映像を見ていても、起こる現象というのは全て一回限りです。道路の同じ場所同じ位置を同じ車が通ることは二度とありませんし、空気の移ろいや空に浮かぶ雲というものも二度と同じ形に現れることはありません。この一瞬一瞬を人に安らぎを与える良き運転をして過ごしていくのか、あるいは自分中心の他人を顧みない運転をして過ごしていくのか、その人個人個人の生き方にも大きくつながるところがあると思いますので、二度と訪れないこの人生という旅路をどのようにして生きるか一度深く考えてみていただければ、また皆さんの日常の気づきになるんじゃないかなと考えております。近々本も出すことになりましたので、ぜひご確認いただければと思います。この安全技術の考え方については国境も道路交通法の違いも関係ないと思いますので、もしかしたら近々ロシアの方でも出版されるかもしれませんね。今回のテーマとしては、安全運転というのはどのようなものを指すのか、そして道路交通に意味を求めてはいけない理由について詳しくお話をさせていただきました。
また次回の動画で皆さんとお会いできることを楽しみにしております。それでは、あやとでした。おやすみなさーい。